で、それ以外にもギミックが盛りだくさんになっていて、これは作るのがめちゃくちゃ楽しみです。今と昔の融合みたいな感じで、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。チャンネル登録及びメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこっちです。ジェイソウルゴブルダラ。ゆいだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴアイコニック銀河探検隊です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、ついにこちらを組み立てる時がやってまいりました。こちらは今年の夏に Amazon のプライムセールで買いました。これは僕が2級建築士の製図試験が終わった時に作ると決めていましたので、作るのがめちゃくちゃ楽しみです。はい、外箱はこのようになっていて、僕オールドレゴについてはあんまよくわかんないんですけど、昔のレゴのパッケージをオマージュしているところがなかなか凝ってると思います。で、ここに 90 years of play って書いてあるんですけど、こちらのレゴ銀河探検隊はレゴ誕生90周年記念に発売されたレゴになっております。昔発売されたオールドレゴが現代風にリメイクされてるのめちゃめちゃいいと思います。このパッケージの大型宇宙船がとにかくでかくてかっこいいですよね。はい、箱の後ろはこのようになっていて、もう情報量がすごい多いですよね。こちらの定価は 14,980円で、ピース数は1254個です。確か今レゴストアのブラックフライデーセールでこれが1万円切って販売されていますので、気になった方は早めの購入をおすすめします。では開けましょう。おおおお、もうパーツがちょっと見えづらいんですけど、パーツがびっしりと入っております。せいのいよっと、おおおおうわわわわ、すごい。はい、中にはパーツが入った袋が全部で9個と、黒い大型のプレートパーツが1つと説明書が入っております。ではこちらの銀河探検隊を組み立てます。
銀河探検隊です。はい、完成しました。いやーもうこれはもうはっきり言います、最高。はいこれが1970年代のレゴなんですね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で約4時間半かかりました。これが今年廃盤になるのはめちゃめちゃもったいないと思います。この動画を見ている方でレゴ銀河シリーズを持ってた人からするとめちゃめちゃ懐かしく思えると思います。はい、こちらのセットに付属するミニフィグを紹介したいと思います。ミニフィグは全部で4体で、赤色の宇宙服を着た隊員と白色の宇宙服を着た隊員が2体ずつです。そしてミニフィグじゃないですけどロボットが1体ついております。では隊員のミニフィグを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみに隊員のミニフィグなんですけど造形は全て一緒で色が違うだけです。表情はこのようになっていて初期のミニフィグを彷彿とさせます。はい、かなり昔に作ったレゴムービーについてくる銀河探検隊のミニフィグと並べるとこんな感じです。5体並べたら一気にスーパー戦隊感が増します。まあ僕個人的に言えば今回付属するミニフィグはどうせだったら4色にして欲しかったなって思います。あの4色にした方が結構バラつきがあって面白いかなって思いました。はい、続いてはこちらのロボットを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ロボットは小さいパーツで細かいところまでしっかりと再現されております。でこのロボットのこのプリントパーツがロボットの口に見えますし雰囲気的にオールドレゴを彷彿とさせます。では続いてはこちらの宇宙船を見ましょう。カラーリングは銀河探検隊でおなじみのブルーとグレー、そして黄色のクリアパーツが使われております。じゃあちょっと一回手に持ってみましょう。おさすが1254ピースの重量を感じます。持って思ったことが意外と程よい重さをしていますね。正面から見るとこんな感じで、横から見るとこのようになっていて、後ろから見るとこのようになっております。ではこのまま近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。先ほども言ったんですけどこの黄色のクリアパーツがめちゃくちゃ目立ちます。であとは銀河探検隊のマークがあって、ここに LL928 と書かれております。これは何だろう、機体番号なのかな。で先頭部分はこのようになっていて、どうかわかんないんですけど多分こっからビーム砲台出るんじゃないかなって思っております。あ、そうそう、言わせてたんですけどこの銀河探検隊なんとシールは1枚もありません。全部プリントパーツでできております。ちなみに操縦席はこのようにヒンジで開くことができます。操縦席の中はこのようになっております。先ほども言ったんですけどこの部分が全てプリントパーツになっております。この操縦席にミニフィグを全部で4体登場させることができます。そして操縦席のこのパーツもプリントパーツになっております。あんま見えなさそうなところでもプリントパーツ使われてるのさすがだなって思います。続いて後ろ側はこのようになっていて、ちなみに後ろ側は休憩室になっております。休憩室のこの作り込みやばいですよね。さすが大人のレゴですね。こういう細かいところもしっかりと再現されております。レーダーとかの機械物になっていて、前面部分にはベッドが2台ついております。であとはモニターがついております。でこれ先ほども見せたんですけどこのモニターなんですけど、なんとこれ左右全然違うんですよ。こっち側はこのようになっていて反対側はこのようになっています。続いてはこのエンジン部分を見ましょう。これは何だろう、サブエンジンなんかじゃないかなって思います。これすごいのがこのサブエンジン、なんと取り外すことができます。そしてこの部分にミニフィグを登場させることができます。これ反対側も同じギミックがついております。はい、そしてエンジン周りはこのようになっています。あ、そうそう、これ僕これすごいなと思ったのがこれですよ。この部分はどうなってるのかというと、中にこのパーツが使われていてこのような造形になっております。これすごいのがこのパーツがすっぽりはまるんですよ。いやこれはすごい。このパーツがあることによってこういう造形を再現しているんですね。これはさすがだと思います。そして後ろのエンジンはこのようになっていて、後ろのエンジンは赤いクリアパーツが使われております。で先ほどちょっとチラッと見せたんですけど、この部分がこのように開いて中に、はい、探査用のミニカーがついております。でこれもそうなんですけど、それ以外にすごいところがあって、後ろの部分がスライドで、はい、このように開くことができます。でこういうコンパクトなスライドドア作れるのほんとすごいなって思います。で黄色のクリアパーツが使われていますので、内部がちょっと黄色っぽくなっていますね。これもなかなか面白いです。ちなみにスライドはこのように滑らかに動きます。ちなみに展開するとこっち側にスパナがあって、反対側にはトランシーバーがついております。でさらにギミックとしてこの黒い部分
部分がスロープになります。これも後でやりたいと思います。はい、ではこちらの探査用のミニカーを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。探査用のミニカーはグレーベースになっていて、差し色に赤いクリアパーツが使われております。この部分にミニフィゴを座らせることができます。はい、ミニフィゴを乗せるとこんな感じです。これもすごいのが、これ背中に酸素ボンベが付いてるミニフィグも問題なく乗れるところがとてもいいと思います。でこのままこのように転がし走行で遊べれます。はい、ではこちらの宇宙船のギミックについて説明します。まずは操縦席に今回付属のミニフィグを全部乗せたいと思います。ちなみに座らせる際はこのジョイントを使って乗せます。はい、このように乗せることができます。で、これすごいのが背中にボンベがあるミニフィグでも乗せられるようになっていて、こういうところも凝ってるなって思います。じゃあとりあえず付属の4体のミニフィグを乗せたいと思います。で、このまま取ります。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。ちょっとこの2体をピンクの宇宙飛行士とベニーに変えたいと思います。おー、いいねこれ。あ、思い出した、これね、白もちょっと変えよう。白変えて黄色にして乗せると、はい、このようになります。いや、これはカラフルに見えていいですね。で、あとこれ気づいてる人いると思うんですけど、このカラーでパックマンを再現できますね続いてこの後ろ側にミニフィグを寝かせます。おー、これすっぽりと入りますね。これも素晴らしい。ちなみにベッドはこのようになっていて、ベッドのカラー自体は白ベースで、差し色にグレーが使われております。で、このベッドのくぼみの部分に宇宙単位の酸素ボンベを入れます。そうするとこのように安定して寝かせることができます。これは本当によく作られております。ちなみにこれ酸素ボンベなしだと、あー、ちょっと安定しないかな。まあ一応乗せられるっちゃ乗せられるんですけど、安定性には欠けますね。続いてはこのサブエンジンを取り外してここにミニフィゴを乗せます。で、あとはレバーを握らせればと。はい、こんな感じです。エンジンの全体をぐるっと見回すとこのようになっております。エンジンはテクニックパーツや最新のレゴのパーツも使っていますので、すごい進化を感じます。続いて側面についているボックスパーツはこのように開くことができて、中には黒い酸素ボンベがついております。ちなみに反対側はライトが2本ついております。これちょっと今更感あるんですけど、背面はこのようになっていて、グレーのプレートパーツでびっしり詰まっています。ここがジェット機になっていて、この3つの部分が展開してスタンドになります。では引き出します。よっと。ちなみにスタンドはこのようになっていて、テクニックパーツが使われております。反対側と正面も展開します。せーの。はい、展開するとこのようになります。これで高さは少しだけ伸びて、後ろの部分をパカッと開いて、この部分を下まで下げて、黒いプレートを目いっぱい出して、この黒いプレートパーツを下まで倒すと、はい、このように転がし走行で遊べれます。じゃあもう一回やります。目いっぱい持ってきて、で下げますと。で、僕これすごいなと思ったところが、ここにテクニックのピンパーツが使われていますので、このように動かしても全然落ちないようになっております。で、このまま引っ張り出しても落ちなくて、で、このプレートパーツを倒すとこのようになります。ちなみに戻すときは手動バーで奥に入れて、プレートパーツを上げて、プレートパーツを押します。はい、こんな感じです。はい、このように銀河探検隊の隊員たちを並べてみました。昔のオールドレゴをオマージュしているところが、さすが90周年記念の作品だと思います。言い忘れてたんですけど、この宇宙船は見た目はオールドレゴで、中身や構造についてはテクニックとかが使われていますので、今と昔の融合みたいな感じで、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。このセットはとてもいいと思いました。個人的に強いて言うのであれば、先ほども言ったんですけど、宇宙服のカラーは4色にして欲しかったのと、あとどうせだったら別カラーのミニフィ6体でも良かったんじゃないかなって思います。はい、レゴアイコニック銀河探検隊はこんな感じです。はい、ということでレゴアイコニック銀河探検隊を組み立ててレビューしていました。こちらのレゴセットはレゴの歴史と進化を感じれるとてもいいセットでした。まずこの宇宙船には1254ピースが使われていますので、程よい重さでとても素晴らしかったです。動画でも言ったんですけど、見た目はオールドレゴなんですけど、中身や構造や作りについてはテクニックとか使われていますので、今と昔の融合と言っても過言じゃありません。これはとてもいいリメイクだと思いました。で、あとはこの宇宙船にはギミックが思ってた以上にありましたので、これもとても良かったです。今回組み立てた銀河探検隊はとても素晴らしかったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。